明徳2年、元中8年時点の鎌倉府管轄国足利学防邸旧跡鎌倉府は、室町時代に室町幕府が関東10カ国を統治するために設置した機関である。長官の鎌倉区防は足利元氏とその子孫。それを補佐する関東管令は、上杉氏が世襲した。古代後醍醐天皇が県部の申請の一環として、関東統治を目的に、御子、 成長親王新能を鎌倉へ下校させて創設した鎌倉将軍府が起源。実験は、幼い新王を報じた足利忠義にあった。関能の上乱が発生すると、足利高氏は子である足利元氏を鎌倉へ派遣し、以来、長官の鎌倉久保は元氏とその子孫。これを補佐する関東官令は、上杉氏が接襲する鎌倉府となった。韓国は関東十カ国で、 1392年に、道の区、ではが追加された。鎌倉公方足利市と関東管理、上杉氏はやがて対立し、1439年の影響の乱では、関東管理、上杉の利座ネ、幕府、足利義則と戦った第四大鎌倉公方足利持氏が廃止し、鎌倉府は、長官が一時不在となった。その後、持氏の維持、 足利重氏が鎌倉公方となるが、京徳の乱で室町幕府、上杉氏と再び対立。上杉氏援軍の今川則忠勢に鎌倉を占領されると、本を下佐、小賀城に改め、鎌倉府は小賀公方重氏の小賀府へ継承された。幕府は新たな鎌倉公方として足利正友を派遣したが、上杉氏との確執から、 伊豆の堀越御所に根拠を定め、源の頼朝の時代から、東国政治の中心だった鎌倉には入れなかった。現行3年12月、足利高氏の弟、忠義は、相模神に部任され、成長親王を奉じて、鎌倉に下校、鎌倉府の前身となる、鎌倉将軍府が成立した。その背景としては、当時の鎌倉は、高氏の子、義明を中心とする。 足利勢の占領下にあったが、公式には認められておらず、新田義貞の巻き返しもあったため、鎌倉幕府滅亡後の関東が不安定な状態だったことがある。鎌倉将軍府の設置により、高氏は鎌倉占領の合法化に成功する。五代醐天皇は中央集権を施行していたため、このように強大な権限を持つ広域地方行政機関には消極的だった。しかし、 関東で勢いを増す高氏を牽制するために、北畠明家に対し、ノリ長親王を報じて、広域地方行政機関、道の区国府を王に設けることを認めると、高氏はこれを逆手にとって、関東にも鎌倉将軍府の設置を認めさせたとされ、通説となっている。これとは逆に、五代五天皇は鎌倉将軍府に積極的だったという意見もある。 元稿3年8月、高氏を武蔵守に部任しているが、その背景には、北畠明家の道の空下降と同様、高氏も関東に下校させる意向があったと考えられる。さらに関東では、武蔵国の他にも、多くの国師や守護の地位が、足利一門に与えられていることから、この時期には高氏を信頼しており、五代醐天皇は、関東の安定化のために、 高氏自身による鎌倉将軍府を積極的に構想していたとも考えられている。建武2年7月、中仙台の乱の際に足利忠義は成長神皇を京都に送還し、鎌倉将軍府は崩壊する。乱の鎮圧のために足利高氏は五代醐天皇の許可なく京都を離れ、両者が対立する契機ともなった。関東の安定化のためには鎌倉にいた。 高氏の子、吉明を中心とする新たな体制が必要となった。忠義は鎌倉に幕府を設置し、京都の朝廷から自立性の強い体制を構築することで、この問題を解決しようとしたが、兼務3年11月、京都に室町幕府が設置されると、新しい方策が必要となる。忠義は高氏の分身である吉明を鎌倉殿とし、 信頼する上杉憲りを関東管領とした体制を発足させた。上は5年9月、京都に戻る足利義明の代わりに、弟、元氏が鎌倉に下校し、初代鎌倉久保となった。この時を鎌倉不成立とすることが多い。なお前述した室町幕府設置の兼務3年、幕府は義明のもとに上杉憲り高冬を関東管領として派遣して、 新しい体制で北畠秋家軍の攻撃に対処したが、この時を鎌倉府の成立とする考え方もある。初期の鎌倉府の権限は軍事指揮権が中心であり、領域支配に必要な所領の安土権や宛行権、裁判権は京都の幕府にあった。しかし、高氏は関能の上乱で弟の忠義と戦った後、文が2年7月まで鎌倉に滞在し、 忠義派を粛清した上で、所領の安土権や宛行権、裁判権を元うじに付与して、京都に戻った。当地の困難な関東では、鎌倉府に権限を集中する必要があったためである。当地の困難さについては、塩分4年、関東管令、畠山国清が、関東の武士を率いて、南朝勢と戦った際、武士たちの不満が大きかったため、国清は、 関東管連職を失って追放された事例からも伺える。高氏は鎌倉府を幕府の地方統治機関に位置づけようとしたが、高氏死後の常時2年7月、鎌倉久保、足利元氏は、高氏の構想を否定し、関能の上乱で粛清された忠義派の上杉、範明を関東管連に復帰させた。その結果、忠義の構想に近い鎌倉府を目指すことになる。 県務3年11月、県務式目制定により、室町幕府が成立したとされるが、この県務式目には、幕府の設置場所について、鎌倉と京都の二つの意見があったことが示されている。本来は、鎌倉であるべきだが、多数の人の意見が、鎌倉以外であれば、それに従う。都市、最終的な決着がつかないまま、まずは、京都に設置することになった。足利忠義は、 関東武士の支持を背景に、源頼朝以来の武士のと、鎌倉を押し、足利家の筆頭家臣だった、河茂羅は、機内とその周辺の武士の支持を背景に、京都を推していた。足利氏の幕府は、京都、室町ではなく、鎌倉だった可能性もあった。室町幕府の設置後も、足利高氏と忠義の兄弟は互いに力を合わせて、幕府の基礎固めを行う。二人は、 将軍権力を分担し、一方が京都にあるときは、もう一方は鎌倉にあって、それぞれ京都と鎌倉の主張として政治を行った。しかし、官能の上乱で、両者は対立し、薩田山体制を経て、室町幕府、鎌倉府体制が確立やがて高氏の子、吉明の京都、将軍家、及び元氏の鎌倉久保家に継承されていく。 鎌倉府には、忠義による鎌倉、新幕府構想の遺産という側面もある。現行4年正月の雑草決断書上記、鎌倉大日記の延言元現状により、鎌倉府は関東10カ国を管轄したとされている。現在の関東地方に相当する坂東8カ国、および海、伊豆である。ただし、鎌倉府初期の管轄国には変動が見られる。略王、公営期 官能2年、常治4年、王安3年には、シナノを含む11カ国を管轄していた。シナノ守護不在の時、幕府はシナノを隣接する鎌倉府に預けていたなどの事情が推定されている。一方、上和5年には管轄国が8カ国になった。伊豆、相模、かず下下草、上野、下助、安房、日立である。直が国と守護を兼ねていた武蔵が、 含まれていない。当時、鎌倉不出事の一人だった高氏派の格子不が上京していたため、もう一人の出自、只吉派の上杉の利明に武蔵を支配させないために管轄国を変更したと考えられる。関東十カ国に安定したのは、第二大鎌倉久保、足利氏満期以降である、明徳三連には、道の区とではが追加されて、十二カ国となった。当時、 京都幕府の将軍、足利義満にとって、最大の課題は、西国の大名、山梨を鎮圧し、政権基盤を固めることだった。そこで、西国に集中するため、後方の鎌倉久保、足利氏満に対し、優和策を取ったものと考えられる。文が2年7月、足利高氏は、初代鎌倉久保、足利元氏に対し、所領の安土権や当て行権。 裁判権を付与して、京都に戻った。遠隔地の京都よりも、鎌倉から関東を直接統治した方が安定すると考えたことによるが、鎌倉不自立家の下地となった。そして、第2代鎌倉久保の足利氏満期、第3代三つ金期に、その傾向が明確になる。例えば、鎌倉不管活国の死後に対する、指揮権は、元氏期までは、 京都の幕府にあったが、四万期以降は、鎌倉府に移ったと考えられている。将軍、官僚から、各国守護に宛てた文書が見られなくなり、鎌倉府と、自社宛ての文書のみになる。守護の部任権についても、関東官令、山内上杉氏以外は、鎌倉久保が把握しており、幕府が持っていたのは推挙権であった。諸国の国人に対する所領安堵についても、常時年間までは、 鎌倉久保が安土水居場を幕府官僚に発しており、幕府が掌握していたことがわかるが、o a 6年の OA の乱前後を契機として、鎌倉久保が直接に安土権を行使するようになる。この頃には、所領安土権を持つ鎌倉久保と関東武士の間に、主従関係が確立するとともに、幕府は鎌倉府に対して指令する権限を失った状態になった。第二大鎌倉久保。 足利氏光、第三代万権期に確立された鎌倉不耐政は、第四代、足利持氏期に崩壊に向かう。その端緒となるのが、欧米23年10月の上杉禅州の乱であった。関東官令、犬県上杉氏乗の家臣、越畑氏の所領を持氏が没収すると、禅州は、不義の御制度と批判して、関東官僚を辞職。持氏は、禅州と対立していた。 山内上杉の本を新たな関東歓迎とした。これを不満とする泉州は、下大佐の千葉市、上野の岩松市、甲野の武田市、日立の山入市、大城市、下野の那須市、宇都宮市の指示を得て、反乱を起こす。一旦は、久保、持氏は、鎌倉から放逐されたが、幕府の支援により反撃し、鎌倉を奪還、全州勢を打ち破った。しかし、 この時多くの関東武士が全州を支持していた。その背景には、久保権力の絶対化に伴う、新たな抑圧と統制への反発があったと考えられる。乱を契機に、持ち氏を支持した新興勢力と、全州を支持した伝統的豪族層、黒人層の対立が顕在化し、鎌倉府の権力基盤が弱体化した。かつて、足利高氏、忠義兄弟が懸念した、 関東の不安定化が再び現実化する。上杉全州の乱で、全州に組みした関東武士は、鎌倉久保を、足利持有氏からの弾圧から逃れるために、幕府との結びつきを強め、京都府地州と呼ばれる集団を形成した。一旦確立した鎌倉府管轄国の内部に、幕府があからさまに干渉を始め、持有氏は危機感を強める。持有氏は、 鎌倉府管轄外だった越後、品野、駿河に干渉して、逆に鎌倉府地州と呼ぶべき集団を形成し、鎌倉府と幕府との対立が深まっていった。欧米35年正月、将軍、足利義持が後継者不在のまま亡くなり、象徴2年3月、くじ引きで選ばれた足利義則が新たな将軍となる。鎌倉久保、足利持氏は、 自らが将軍になる野心を持っていたため、京都の幕府、吉典との関係はさらに悪化した。影響10年8月、持氏は京都との朝廷役となっていた関東官令、上杉のり討伐を始めた。しかし幕府が軍事介入すると、持氏から離反する者が相次ぎ、のり討伐に失敗して降伏。 さらに、吉則は、のりの除名嘆願も無視し、影響11年2月、持氏と弱視、吉久を攻め滅ぼした。この時持ちに対して厳しい姿勢を示した。吉則も、鎌倉府そのものは否定しなかった。新たな鎌倉公防として、自らの子息を鎌倉に下校させ、鎌倉府を再興させようとする。この構想は、柿津元年6月の吉則暗殺により、 白紙化されるが、文案4年3月、鎌倉府は、持氏の維持、足利重氏のもとで再興された。影響の乱とその後の有機合戦を経て、上杉氏と伝統的豪族層、黒人層との対立が、顕在化すると、両者ともに、それぞれの思惑から、新たな鎌倉久保を必要としたのである。しかし、対立は解消されないまま、茂氏は幕府及び、関東管領。 上杉氏と対立し、京徳3年12月に始まった、京徳の乱にて、鎌倉を離れしもうさ、小賀に移り出した。崩壊した鎌倉府は、小賀区小賀府に継承される。鎌倉府の主張である、鎌倉区房と、これを補佐する官僚のもとに、最高諮問機関である表情集、訴訟を扱う、引き付け集、治安維持を担う侍所、財務担当の万所、 公文書を扱う文中書、臨時駅務を担う奉行が設置されていた。鎌倉年中行事、連中以下年中行事によれば、鎌倉府は鎌倉久保を中心とし、官僚、奉公衆、戸様の三者から構成された。鎌倉年中行事は、鎌倉府が安定した第三大鎌倉久保を、足利光兼駅の実態を示すと考えられる。特に、鎌倉久保自身の軍事力を支えた。 方向集については、複数の資料分析から以下の74指名が検出されている。分布状況の概要、編集鎌倉府の直轄量は鎌倉公方自身の経済的基盤となった。主に2カ所に集中して分布しており、一つは鎌倉とその周辺の相模中部、東部、武蔵南端、もう一つは下嘘北西部と武蔵北東部にまたがる旧都根川。 渡瀬川周辺の関東中央部である。相模とその周辺の東海道では、伊豆国府、箱根水のみ、箱根足川、湯本、小田原、神津に関所があったことがわかっている。鎌倉府が関所の収入を恣意的に鎌倉寺院に寄進していたことから、東海道は鎌倉府の支配下にあったと考えられる。武蔵方面の鎌倉街道についても、道筋の山内省。 小山田保義、吉富里が直轄領と順直轄領となっており、さらに北の府中、入間川、村岡も直轄領だった推定される。相模東部、武蔵南端の海岸では、鎌倉、六浦、神奈川、品川という重要港湾も鎌倉府の支配下にあったと考えられる。関東中央部では、武蔵の足立軍、 大田省と下唄の下神戸省という広大な地域が直轄領とされ、隣接する下唄の笠井みくりや、下幸いしましょうが、上杉市に与えられて、順直轄領となっていた。鎌倉から江戸、岩月を経由して、古川に至る鎌倉街道は、これらの直轄領を通っている。旧都根川、渡瀬川水系の河川交通も鎌倉府の支配下にあったと考えられている。他にも、 上ズ北西部やゲ野ヤの足利カ賞など関東各地に多くの書領が広く分布していた。検出地名一覧、編集現存する資料から検出された直轄領の一覧を以下に示す。ここではご両所並びに鎌倉府が自動職等を持つ直轄領、次に準直轄量として足利市から上杉市に与えられた上杉量、 同様に、鎌倉久保から方向集に与えられた方向集領に分類する。現在、鎌倉府を室町幕府の単なる一地方機関とする見方は見られなくなっているが、その自立性については複数の評価がある。以下、代表的なものを紹介する。佐藤真一による東国国家論の立場からは、自立した東国国家の統治機関としての側面が強調される。以上は、 京都、室町幕府との関係に着目しているが、鎌倉府と東国大名との関係も重要な研究課題である。長原慶には、鎌倉府を足利イコール上杉氏の独裁権力、伝統的豪族を抑圧的に支配した体制と論じ、多くの研究者に影響を与えた。しかし、佐藤博信のように、鎌倉府と東国大名の協調面を意識する視点もあり、 鎌倉久保と東国大名館の主従性の具体症解明は鎌倉府研究における今後の課題の一つとなっている。ありがとうございます。